見できるのかっていうあの、ほとんどタブーの質問に対するあの答えを何らかの形で出さないとあのいけないんですけども、まあ、いずれにしてもあと1年半であの最先端の研究開発支援プロジェクトが終わりますので、総合科学技術会議にあの何らかの意味であの将来の道筋をあの報告する義務を負っているんですが、あのおそらく今日お話しする内容に沿ってあの1年半後の報告も多分することになろうかと思います。で、あの話の構成はあの2部に分かれてまして、全般はあの量子コンピューター開発 の, あ の,、現状と将来予測に関することをあのできるだけ分かりやすく話そうと思います。で、後半はあの、最近あの研究室から出てきた新しいあのアイデアが あ, のありまして、まあ、国立情報学研究所であの量子コンピューターに代わるものとしてそれをあのこれからあの売り出していきたいというふうに考えていまして、まあ、それ の, あ の,、あのプロポーザルといいますかをあの話します。で、あの、最初のスライドはあの波の干渉ということで、昔あの、高校や大学であの、習ったことが あ, のあろうかと思うのですが、あの例えばここにあ何でもいいんですけども、あの海の波でもあの池にあの石を放り込んでそこからあの水面にあの波が立ってそれが伝播してくるようなことを考えていただいて、ここにあの防波堤みたいなものがあって船の出入りが1箇所だけできるようなあの海溝が空いていますと、波は あたこもここから新たにあの山と谷の位相が揃った波がこう出ていくわけですが、あの2番目の防波堤に穴が例えば出入り口が2つ開いていたと仮にしますと、こちら側から出ていった波とこちら側から出ていった波があの海岸線ではちょうどオーバーラップするような形になりまして、でその2つの波があの、まあ、ここではスクリーンと書いてあるんですけども、海岸線に到達したときに波の山と山あるいは谷と谷が重なるようなこういう場所においてはあの山の高さは非常にあの明るくなりまして、あの逆に波の山と谷がこちらから来る波の山とこちらから来る波の谷が重なるということになりますと、あれその逆でもいいんですけども、あの波の高さは小さくなって、まあ、あのスクリーン上では暗い線になる、でこういうあの明線と暗線が繰り返し現れるものを干渉島といって、あの原理は非常に単純で、2つの独立した波があるときに山と山、谷と谷が重なるか、あるいは山と谷が重なる、谷と山が重なるかによってそれぞれの場所で ある周期的な波光期のモジュレーションがかかると、まあ、そういうことになるわけです。で、あの全く同じことはこの、 あの波源を、海の波からレーザー光源に変えてやりますと、レーザー光源から出てきた光がここにレーザー光源を置いて、レーザー光源から出てきた光がこのスリットを通って、あるいはこのスリットを通ってスクリーンの上に到達するというような状況を考えますと、レーザーっていうのは必ず発信式位置というのがあって、それよりもポンプレートが低いと通常の蛍光灯とか白熱電球とか、あるいは最近では LED 電球とか言われるものと同じような熱的な光源を出しまして、その時には干渉島はここに書くように見えなくって、それはどういうことかっていうと、光源からここに出てきた光とここに出てきた光の間に位相の相関、山谷の記憶が全くないために、ここからここに到達した時に山と谷がどうなるというふうなさっきの議論っていうのは成り立たない。つまり海の波っていうのはLED 光源で出す光よりもはるかにはるかに位相の情報を正確に保存している、コヒレンって名前なんですね。
でこういうあの白色ランプとか蛍光灯っていうのはそれに比べるともう一層が全くランダムだ、エネルギーだけ運んでくるようなそういう光になっていると、まあ、そういうわけです。でところが発信式位置を過ぎてさらに高くポンピングを上げていくと、ここに今説明したようにダブルスリットの干渉島が見えまして、この明るいところっていうのは山と山、谷と谷が重なって、暗いところっていうのは山と谷が重なって打ち消し合うというような、でレーザーも発信式位置から上にバイアスするとそういう位相がきれいな波に変わるということになります。でその簡単な実験はどういうことを意味しているかというと、実は光というのは海の水面を走ってくる波と同じように光もやっぱり波動であるということが、まあ、この実験から分かるということになるんです。で、一方しかしアインシュタインの言い出した光電効果というのがあって、これはアインシュタインが理論を発表する以前に実験的に知られていた現象なんですけども、どういう現象かというと、光を物質に当てるとその物質の表面から、電子が飛び出します。でこれは電子が光の表面から飛び出している様子を表してまして、電子一つが飛び出すとそれが電流パルスに変換されてオシロスコープ上のスパイクとなって現れるというのを見ています。で光の強度が高いときにはこの図に書いたようにたくさんの電子が飛び出すんですけれども、光の強度をだんだん下げていくと飛び出してくる電子の数というのは少なくなってくる。けれども電子一つが作るパルスのその高さというのは光が強いときも弱いときも一定でして、その波高値が一定ということはどういうことかというと、そのここに入ってきた光というのは実は一定のある決められた光を持った粒子粒の集団であって、その粒子一つが物質に当たって光電子を放出するとパルスが一つ出ると、別の粒子が別の物質を冷却して光電子一つを放出するとまた別のパルスが出るということで、強度が弱くなれば出てくるパルスの数が少なくなるというのは光を運んでくる粒子の数が少なくなったからだと、そう理解するわけです。でそのような理解をするときの光の正体というのは光子と呼ばれていて、それはどういうことかというと、光というのは一つ一つ決められた一定のエネルギーを持つ粒子である、粒である、そういうふうに理解するわけです。でその2つの実験結果を同時に理解するためには、粒子波動の二重性ということを、考えざるを得なくって、光というものがよく言われるところの量子の世界にあるときには何かその、光の状態を記述するような波動関数とか、あるいは専門用語で言うと状態ベクトルとかという抽象的な情報だけが格納されている数学的な概念がありまして、それは波でもなければ粒子でもなくって、ただそういう抽象的な情報というものに対して干渉計を組んで、例えばダブルスリットの干渉計を組んで位相を測定すると光が波動であったという実在が我々の住んでいる古典の世界に現れるということになります。で同じ光に対して光電効果を使って光子数がいくつだったかということを測定すると、パルスの数をカウントすればいいので、その時には光は実は粒子なんだという粒子性という、まあ、実在が実験結果として現れると、まあ、そういうことになります。でそういう量子の世界が持っている粒子波動の二重性というのは、詰まるところ何を言ってるかというと、我々が日常住んでいる我々が存在しているところのこの古典の世界というものところにおいては、実在というものが無条件で信じられていて、それは確かに存在していて、
粒子があれば必ず位置や速度や質量があって、波があれば必ずその振幅とか位相とかっていうものがあるわけです。でそういうものは無条件であると信じているんですけども、実は量子の世界にはそういう実在というものは存在しなくって、まあ、こういう粒子とか波動とかっていう実在というのは人間が観測器を構成して観測を行って観測の結果を読み出して初めてこの世に現れる、そういう作られたものだということがまあ分かるわけです。でそれは量子力学 の、 研究者の間ではその事実はどういうふうに捉えられているかというと、まあ、この世界を構成している基本的な原理というのは量子力学であって、その量子の世界のごくごく小さな部分に我々が住んでいる古典の世界というのがあって、その世界においては状態というのは対角成分だけ持っている密度行列でございます。でこれは2行2列のマトリックスなんですけど、簡単なために2行2列のマトリックスで象徴すると、それの意味することは何かというと、ある猫の状態を記述する2行2列のマトリックスが与えられると、生きている状態の確率が A 絶対値の事情で、死んでいる状態の確率が B 絶対値の事情で、両者の和を取ると一致である。それはどういうことかというと、猫がそこにいることは知っているけども、生きているか死んでいるかは知らないという、知識が欠けているという、対象に対する知識が欠けていることを表していて、けれども統計的な観点からおそらくあの年齢になっていればあの猫はもう死んでるよね、何パーセントの確率で、いやまだ生きているよ、何パーセントの確率で、そういう部分的な情報というか確率的な情報だけが残っているような、まあ、世界というのを、我々は慣れ親しんでいる。でところがそれの外側にはこういう対角化された行列では記述できない世界があって、それは猫が生きている状態と死んでいる状態が与えられて、その和は確かに1なんだけれども非対角成分も同時に残っている。ここに AB スターという複素数があって、それは何を表しているかっていうと、猫が生きている状態と死んでいる状態に同時にまたがっている確率振幅というのが有限に存在して、まあ、それがこういうところにこう現れるということになる。つまり一つの猫というのは生きている状態にもいるし死んでいる状態にもいて、それは我々が知らないというか観測されていないというだけではなくて、本当にそういう線形重ね合わせの状態として存在しているという。でこの状態から対角成分がだんだん小さくなって完全にゼロになった極限の状態っていうのが我々が住んでいる古典の世界で、まあ、その、世界の中に住んでいる我々がそこの外側にいるこういう不思議な状態っていうんですかね、生きている状態と死んでいる状態に同時にまたがっているような猫を使うとか粒子を使うとかっていうことをして、コンピューターを作ったらどういういいことがあるかということを考えるのがこの分野の、いわばミッションなんです。で、まあ、そういう概略なんですけれども、次にですね、今言った線形重なる状態ということをもう少し分かりやすく、猫が生きている状態と死んでいる状態にまたがって存在するというと、なんか理論上の話でありえないというふうに否定されてしまう可能性があるので、否定できないような実験結果を次にお見せします。でこれはですね、半導体レーザーの光源を非常に、減衰させて2つのスリットを通ってスクリーンに至るまでの、光源を出てからスクリーンに至るまでのこの空間の中に常にフォトンがたった一つしか存在しないような、そういう微弱な光にしたときに干渉島が同じように見えるかっていう、そういう実験はいとも簡単に現代の技術を使うとできるんですけども、その時に先ほどの干渉島ができる理由っていうのを私は次のように説明しました。ここから出てきた波の一部はこのスリットを通って
スクリーン上のある点に到達する。別の波はこのスリットを通って同じスクリーン上の点に到達する。でその時ここからここまでの山谷の、周期とここからここまでの山谷の周期が同期して山と山、谷と谷になるか、あるいは逆走になって山と谷が打ち消すかによって明暗が出る、こういうふうに言った。で同時に光というのは光子と呼ばれる粒子がたくさん集まってできるもので あるということを述べましたので、ナイーブに考えるとここに干潮島ができるためにはこのスリットを通る波を作る光子群とこのスリットを通る光子を作る光子群の2つを作る程度の複数の光子が少なくともこの干渉系の中にいなければ辻褄が合わないというふうに考えがちなのですが、それが本当かどうかということを、ちょっと実験で確かめてみます。で、電圧推進ランプを持ち、金属干渉フィルターを透過した 253.7 ナノメーターの紫外線の光がダブルスリットを通った後、どのような振る舞いをするか観察・記録していきます。なお、干渉性を高めるためにシングルスリットを使用しています。現行フィルターを用いて光量を落としていきます。フォトン数毎秒100個。これくらいの極微弱光になると、実験装置の中に同時に2個のフォトンが存在することはありません。測定はこうした領域で行います。ほとんどはフォトンが飛んでいなくて、ごくたまにポトって1個飛ぶって、そういう条件下で実験するということを言っています。実験開始。スリットを通った後の光の粒子がモニター上に点となって現れてきました。これ一つが先ほど の電流パルス1個に対応している。3分後、CCD のカメラ上に像を結合しています。デタラメのように見えます。さらに実験を続けていきます。25分後、粒子の分布にある傾向が生まれてきました。6時間後。縞模様です。先ほどの干渉作用の実験から得られた干渉縞と比べてみます。同じです。こちらは高度の高いところの通常の干渉島ですね。粒子のようなものと考えられた。これはシングルフォトンでドライブした時の干渉島を作ったことになります。しかし通常粒子1個だけでは干渉作用はしません。では干渉島はどのようにして生まれたのでしょうか。そこで今度はこの2つのスリットをフォトンがどのように通過したのか調べてみます。試しに片方のスリットを閉じてみましょう。検出される粒子の数は半分になり、干渉島は現れません。このことから、それぞれのフォトンが2つのスリットを同時に通過して、それ自身で干渉したことがわかります。今お見せした実験はハンワツフォトニクスっていう会社がその場合には半導体レーザーじゃないんですけども、水銀ランプっていうものを使って行った実験ですが、基本的には同じことで、結局どういうことかというと、
フォトンは一つしかいないんですけども、そのフォトンというのがこのスリットとこのスリットを同時に通過してこのスクリーンに到達したというふうに考える以外に、干渉島が現れる説明というのはできない。でそれは友永慎一郎の三つ子の裁判という本の中に出て有名な話なんですけども、一つの光子は二つの異なった場所に同時に存在できる。で、ですから我々のすぐ近くにもそういう生きている状態と死んでいる状態に一つの粒子がまたがって存在するという相反する状態に一つの粒子が同時に存在するということが否定できない実験事実として存在する、まあ、そういうことになります。それでそれを使って、コンピューターを作りたいという話を次にしたいんですけども、今たまたま一つのフォトンの状態を見るときに、そのフォトンが偏光方向、これはフォトンというのは電磁波ですから、電波と磁波とが振動してエネルギーを、運ぶわけですけども、電波の振動方向が垂直方向をこう向いているフォトンだとすると、その、偏光方向というのは実は右回りと左回りにこう偏光方向が回転する2つの円偏光の状態が重ね合わせの状態で作られるものなので、こういう垂直偏光のフォトンを1つ持ってくれば、そのフォトンというのは右回り円偏光でもあるし左回り円偏光でもあって、両者にいる確率は同じで同時に存在するという、先ほどの線形重ね合わせ状態というのを自動的にこう作っていくと。でそういうフォトンを M 個用意して、それぞれ、異なった場所、それをモード1、モード2、モード N と書いてあるんですけど、異なった場所にそのフォトンをこう分配してやりますと、この、M 個のフォトンの、状態っていうのはどういうふうに書けるかというと、これ記号がもしかするとあまり見られない記号かもしれないんですが、これをケットと呼ぶんですけど、ケットというのは何かというと、このブラケットの右側半分なので、後ろのフォトンってケットと呼ぶんですけども、そのケットベクトル、ケットベクトルが、右回り円偏光と左回り円偏光の線形重ね合わせ状態になっているということを表します。で、この場所に分配されたフォトンは右回りと左回りに同時に存在する。この場所に分配されたフォトンも右回りと左回りに同時に分配する。で、この場所に、分配されたフォトンも同じであるというふうになってまして、その間が独立してますから直積と言うんですけども、掛け算の形で全体の径を表すことができる。とすると、これをバラしてやりますと、すべてのフォトンが右回り円偏光の状態から、すべてのフォトンが左回り円偏光の状態まで、全部で2の M 乗通りの異なった状態が線形重ね合わせ状態で作られます。つまりどういうことかというと、この中には全てのフォトンが右回り円偏光である状態もあるし、最初のフォトンだけ左回り円偏光で、それ以外が全て右回り円偏光である状態もあるし、2番目だけが左回りで、その他は全部右回り、そういう異なった状態を全部カウントすると、1番目が2通り、2番目も2通りあって、 M 番目も2通りなので、異なった状態は全部で2の M 乗通り異なった状態が出てくるということに、なります。それで、このように M 個の光子は2の M 乗個の異なった状態を同時に、表すことができるわけですけれども、その、状態というのはどのぐらい大きいかというと、そのように線形重ね合わせの状態で2の M 乗この状態を表すというのを量子パラレリズムって呼ぶんですけども、30個の光子を集めてくると2の30乗っていうのは10の9乗のオーダーですから、たった30個の光子を集めてくると
大体この地球上に住んでいる全ての人の同じだけの、あの数の入力値を同時に表すことができることになります。で N が90であると、2の90乗っていうのは10の42乗ですので、あのたった90個のフォトンを、やはり同じように集めてくると、この地球を構成しているあらゆる全ての原子の数と同じだけの異なった情報を同時に表すことができるということになります。でそれがあの量子パラレリズム の威力と呼んでいるもの でその、ことはどういうあの、意味をあの計算機科学上持つかというと、あの現代コンピューターっていうのは、基本的にはどういうことをやってるかっていうと、例えば90個のレジスターに格納できるあの情報っていうのはたった1つで、最初のレジスターが 0V か 1V のどっちか、で次のレジスターが 1V か 0V のどっちか、で最後の90番目のレジスターが 0V か 1V のどっちかで、その90個のレジスターが、例えばモスゲートが持っている情報っていうのは、たった一通りのものをまず選択して、その入力に対して計算を行って、次の計算を行って、次の計算を行ってということを全部終わると、今度は入力のレートを最初はあの1番目から90番目まで全部 0V だったんだけど、今度は最後のゲートだけ 1V に変えてもう一回計算してみようということを、あの10の42乗回、例えば繰り返すと、この地球を構成している原子の数だけ、この計算を繰り返すと計算が終わると、そういう仕組みになります。で、量子コンピューターでは、その90個の CMOS ゲートに代わりにフォトンを90個準備していて、それを右回りと左回りの線形重ね状態、右回りと左回りの線形重ね状態というふうにしておくと、10の42乗の異なった入力値というのが、つまり000から111に至るまでの10の42乗の異なった入力状態というのが、すべて線形重ね状態でこの中に存在していますから、その10の42乗の計算というのが、一気にあのパラレル計算で計算するだけということになります。で、その、まあ、言ってみれば量子力学を記述するヒューベルト空間の広さみたいなものを使って計算が高速化できるということが、まあ最初に言われ出したのがもうかれこれ30年前なんですけれども、ここが、量子コンピューターの開発の、まあ、原点ということになります。で実際は30年後 の研究開発は今どこにいるかというと、こんな感じ の状況になっています。これは国立情報研究所で開発している量子ドット、これは量子ドットなんですけども、1ミクロン間隔で正方格子状に並べた量子ドットの中に、電子スピンを1つだけ、トラップしまして、その電子スピンのスピン、電子っていうのは生まれつきこう地球と同じように自転してまして、その自転の向きによってスピンが上向きかあるいは下向きかという違いがあるんですけども、その情報を今量子ビットの情報として使います。なんでさっきの説明まではフォトンを使ってたのにここでいきなり電子に変わるかというと、フォトンっていうのはですね、1秒間に地球7回り半回っちゃうんです。それで量子計算を後で述べるように、だいたい計算を始めてから終わるまでの間に1日から10日かかります。でそういう長い時間計算しているときに、なんか高速で飛ぶような粒子っていうのは扱えないんですね。でエレクトロニクスがゆっくり制御する間、その場所に留まってくれているようなものを使わざるを得ないの でそれをマターキュービットっていうんですけども、光子の代わりに電子を使います。でそのような電子を1ミクロン間隔で並べて、それを光の共振器、これプレーナー共振器って言うんですけど、の中に閉じ込めて、そこに3種類のレーザービームを上から入れて、電子スピンを初期化して、演算のための制御を行って、最終的に計算結果を測定するっていうことを、すべて縦から入ってくる光ビームで行います。で、その、実際のハードウェアっていうのは、
これがまあガリウム基礎ベースのプレーナーマイクロチャリティなんですけども、上側の光学系レーザービームを制御するものはシリコンのメムスミラーのアレイになっていて、その2つをドッキングして、一番下のこの物理層ハードウェア、物理層というこういう光のコントロールビームと電子スピン の, メモリーと実装する層がここにあります。その上に電子スピンの不完全性を消去するため の, バーチャル層というのがいて、バーチャルというのはどういう意味かというと、ある決められた時間のウィンドウにだけ、決められた時刻にだけ量子情報が復活するような、それ以外の時間には量子情報が存在しないような、そういう時間帯を上手に選んで量子計算を行わせるということが必要なんですけども、それを行う層がバーチャル層、それの上に量子誤り訂正層というのがあって、これが量子コンピューターを開発する上での鍵になる概念なんですけども、今説明しました量子ビットというのは、例えば生きている猫と死んでいる猫が線形重なる状態でいるのを誰か見たことがある人がいるかというと、いないわけですね。でいないのには理由があって、古典の世界、我々が住んでいる世界においては線形重ね合わせ状態っていうのはすぐに壊れてしまうんですよ。で猫が生きている状態と死んでいる状態にある日どこかの生物学者が成功し作ることに成功したとしても、その人が観測するした途端にその状態っていうのは壊れてしまって、第三者がそれを見ることができないっていうぐらい、その脆弱なもので、そういう脆弱なものをなんかこういうレーザービームでコントロールしているわけですけども、このコントロールビームも人間が作るものですから、その正確に1ミリワットの光を当てろといっても、我々ができることは 0.999 ミリワットから 1.001 ミリワットまでの間のそこそこ1ミリワットに近いレーザービームを当てるということしかできなくて、でそうすると必ずそこにゲートエラーがあって、でゲートエラーが有限に起きて量子メモリーの寿命が非常に短いという宿命を背負っている経緯で、完全な計算をするためには、不完全なハードウェアを使って完全な計算をするためには、この量子誤り訂正層というのはどうしても必要で、それをここにかけます。それをかけると、いわゆる安全な誤りのない論理ビットというのが出てきて、その論理ビットに対してアルゴリズムを実装するという、まあ、そういう考え方をとります。でそういう概念を誤り訂正量子コンピューターというふうに言ってまして、ここ10年ぐらいでできた概念ですけども、これ以外に量子コンピューターを実現する方法はないというふうに我々は今は考えています。でそのような量子コンピューターというものを使って、例えばここに書いてあるのは2048ビットの整数の素因数分解をすると。で現在のコンピューターです。素因数分解ができるビット数っていうのはだいたい500ビットぐらいです。ですから1024ビットとか2048ビットっていうのは、どれだけ時間をかけても、どれだけのコンピューティングパワーを世界中から集めてきても絶対にできないので、それを使って公開加減暗号システムっていうのは現在使われていて、それは安全だとみんなが信じているのは、今日我々が持っているコンピューティングパワーでは素因数分解がここまで大きくなるとできないということが分かった。でそれを一つのターゲットに選ぶとすると、しかもそれを今現在最も世界で高速で動作するという、先ほど述べました光パルスで制御された半導体スピンをベースにしたコンピューターで作るとすると、大体どのくらいのハードウェアを必要とするかというと、ここに書いてありまして、1チップ上に10の9乗個のスピンを並べる必要があります。それは1ミクロン間隔で量子ドットを3平方センチメートルぐらいのチップにびっしり詰めるという、でそれを一つ一つ 99.99% の精度で個別に制御するということが必要だ。でそれだけのことをしたとしても、システムは100ピコセコンド程度のクロック周波数、つまり10ギガヘルツで動いてるんですけども、ですから非常に高速に演算をするシステムで、10の9乗個っていう量子ビットを持ってきていて、ゲートあたりのエラーは 0.01% という非常に優れたゲートを作ったとしても、計算が終わるのは大体1日間とかということになります。で
そもそもこういうあの悲観的な数字が出てきた理由というのはどこに原因があったかというと、これスピン1というのはある場所に止まっていて、その場所から動かなかった。スピン2もその場所から動かなかった。スピン3もその場所から動かなかった。にもかかわらず、そのたくさんのスピンの間で、ある種の干渉系を作らないと、量子計算というのはできないんですけども、その干渉系を作るために、このスピンとこのスピンの間に相関を持たせる、このスピンとこのスピンの間に相関を持たせるということを無理やり作っているんですが、その無理やり作った状態が先ほど言いましたように非常に脆弱で、外界からのずっとした雑音で簡単に壊れてしまう。で、一つが壊れると全てが壊れてしまうので、一つも壊さないような量子誤り計算をかけないといけない。まあ、そういうことになっていて、で、プヤンから30年近くが過ぎて、30年の間に少しずつ知識と技術が進歩して、到達した点が何だったのかというと、結局、量子力学的な波動関数っていうのは、数学の世界には存在するんだけれども、それを我々が住んでいる古典の世界に持ち込もうとすると、外部からの雑音にあまりに弱いので、それを守るために量子誤り訂正コードを書ければよいというのは、やはり紙の上の話で、こういうものが実用技術として実現されるという可能性はおそらくないと思うんです。で、それは、非常に残念な結果ではあるけれども、ある意味で30年かかってたどり着いた結論で、初めから分かっていたわけじゃなくて、さっきの数値が出てきたのは、やっぱりそれなりに科学が進歩して、出てきた数値で、私としては多分この辺で量子コンピューターの開発っていうのは打ち止めにする必要があるんじゃないか。で、これからおそらく1000年かけてやっても、さっきの数値っていうのは届かない数値じゃないかなと思います。で、そのぐらい古典の世界に住んでいる我々が、量子の世界をコンピューターに応用するっていうのは、まだまだ技術が未熟で、知識も未熟で、アイデアも足りてなくて、まあそういうことになっています。以上が大体全般のお話なんですけれども、次に後半の話に移ります。で、話題がここで変わるんですが、計算機科学でよくクラス P とクラス NP という議論があって、P というのは、変異な表現で言えば、コンピュータが得意とする問題。それは厳密な定義で言うと、決定性チューリングマシーンにおいて、多項式時間で解ける問題。で、その上に NP というのがいて、これはコンピュータにとって難しい問題で、非決定性チューリングマシーンにおいては、多項式時間で解ける問題というんですけども、この非決定性チューリングマシーンの実現手段というのが、古典コンピューターの枠内でも、量子コンピューターの枠内でも実は見つかってないんです。そういうものは概念としては定義できるけれども、どうやったら実現できるのかということは誰も知らないという、そういう代物です。で、そのために、計算科学の分野でも何十年も人々が努力して見つからなかったので、多くの人たちは、P というものと NP というものの間には明確な境界があって、両者は交わらない。コンピューターにとって優しい問題はあくまで優しいし、難しい問題はあくまで難しい。そういう予想が実はあります。で、ここに NP 観線という新たな概念があります。で、この NP 観線というのは、NP に属している問題のうちで、クラス NP のすべての問題が多項式時間でこの問題に帰着される特殊な問題で、例えば流速可能性問題、サット問題であるとか、いくつかの問題、全部で数千あると言われているんですけども、がこの NP 完全問題に、属するということが証明されています。分かっています。で、このスライドの結論は何かというと、すべての NP 問題は多項式時間で任意の、これ大事なポイントなんですけども、どの NP 完全問題でもよくって、その完全問題へ必ずマッピングできるということになります。で、そのことは何を意味しているかというと、
ある一つの NP 完全問題を多項式時間で解くようなマシンが発明されたら、全ての NP 問題はそのマシンを使えば多項式時間で解けるので、あの P と NP の境界というのは基本的にはなくなる、その瞬間ということを表しているわけです。それで我々が着目しているのはイジング問題と呼ばれるもので、それは物理で議論するところの磁性の問題なんですけども、ある種の磁性体では K のエネルギーはスピンの向きが上向きか下向きかのいずれかによって、これはエネルギーを表す関数なんですけども、ハミルトニアンと呼ばれるものですが、I 番目のサイトにいるスピンと J 番目のサイトにいるスピンが上向きなのかプラス1なのか下向きなのかマイナス1なのかによってエネルギーが決定する。でその、どのぐらいのエネルギーなのかっていうのはこの J という係数が決めているということになります。例えば K の中にスピンが2つしかなくって J の IJ がたまたまプラスの1正であるとすると、こちら側がアップだったらこちら側がダウン、こちら側がダウンだったらこちら側がアップ、つまり、逆向きのスピンになる方が得だということになって、そういうスピンのオーダーを K が選ぶことになります。でそういう磁性体を、反響磁性体と呼ぶんですけれども、そういう単純な話からこの J の大きさが任意の値を取るような形になると、しかもそのスピンとスピンの結合するそれはグラフ理論でいうところ の, バーテックスとエッジの配置なんですが、スピンのいるサイトをつなぐ線が二次元平面内でクロスせずに貼ることができるものっていうのは、二次元のモデルになって、それはプラス P なんですけど、できないもの、必ずそのスピンとスピンのインタラクションを表す線が別に引いた線とクロスせざるを得ないような配置のものは3次元のイジングモデルと言います。でその3次元のイジングモデルというのは NP 完全問題だということが分かってまして、で、そういう3次元のイジング問題をもし仮に多項式時間で解くようなマシンが発見されたとしたら、すべての NP 問題というのは多項式時間で解けるということになる、まあ、そういうことになるわけです。それでアイデアは、スピンを表す、シグマの i とか j とかっていうプラス1マイナス1っていう2つのスピンの上向きか下向きかのスピンを実はスピン1つで表さないでレーザー1台で表そうというのが、ここで提案するアイデアです。でそのレーザーが右回り円変更で発進していればアップスピン、左回り円変更で発進していればダウンスピン。ですからレーザー光から出てきた光をの変波方向を測定して右回りか左回りかを測定すれば、それぞれのサイトのスピンがアップだったかダウンだったか分かるという、そういう約束事をしておきます。それで、この2つのスピンの間に先ほど述べましたこういう J カップリングというのを入れないといけないんですけども、その J カップリングというのはこの2つのレーザーの間を結んでいるパスに水平方向の変更だけを透過するポーラライザーを1枚だけ入れておけば、先ほどの J というのは、インプリメントできる、実装できるということが、この K の詳しい解析から実は分かっています。それで、原理をちょっと理解していただくために、ここにメトロノームを準備したんですけども、今ここにある2台のメトロノームというのはこのレーザーとこのレーザーに対応する。 どこがアナロジーかというと、これは発信機なんですね。である決められた周波数で発信します。でこれも発信機で、ある決められた周波数で発信する。
で、この発信機とこの発信機が何らかの方法で結合していると、この発信の位相とこの発信の位相が、例えばロックされて、あるオーダーを、作ることになると。で、それはメトロノームも同じように発信機でして、この発信機と発信機が下の台を通して結合すると、その、発信の振動が同期するような形になるというふうなアナロジーになります。今これで逆走にロッキングされてます。わかりますか？こちら側のメトロノームが、こちらの位相に行っているときに、こちらのメトロノームが逆側の位相に行っているんです。で、ここでロッキングされました。音でわかりますか？で、初めはランダムにこうやってるんですけども、ある時刻たちと結合が起きて、こういう、ここですね。ここで同期に起こされています。で、それはここでいうところの J カップリングがプラス1であれば、このオシレーターは上向きの、つまり0って位相を持っていて、このオシレーターは下向きの、マイナス1という、0であればこちらは π という位相を持っている。だから発信機の位相がちょうど逆向きになるときがエネルギーが低いので、オシレーターが自分たちで相談してこういうモードを選ぶわけです。で、こういう勝手なことをやってるよりかはこういうことをやる方が得ですという、そういう、で、それを使って、イジングで、この場合には ここで発信しているレーザーの位相とここで発信しているレーザーの位相が逆位相になると、ロスが小さくて得だという。で、それをネットワークで組みますから、ここだけの局所的なものじゃなくて全体として、M 個だったら M 個あるレーザーが全体でみんなで相談して、あなたはゼロ層に行きなさい、あなたはパイ層に行きなさいというのを相談して、その位相になった時に最も K 全体のロスが小さくて、したがって共振機の中に存在している粒子の数が最大になるような、そういう位相の配置というのを、選ぶということになる。で、それがなんで今のイジングの問題に、威力があるかというと、いわゆる量子計算で使った量子パラレリズムというのは、この、M 個あるスレーブレーザーというのは全てこのマスターレーザーで注入同期されている、位相同期されているんですけども、ここにあったフォトンというのはここにも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 同時に存在していて、 K の中には10の7乗個とか10の8乗個とかというものすごいたくさんのフォトンがいるんですけども、そのフォトンの一つ一つはちょうどさっきのダブスリップと一緒ですけども、同時にここにも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 いて、この接続するポーラライザーも見ていて、 K 全体に波動関数がこう広がっているので、与えられた問題が何なのかということを、その10の7乗個いる、あるいは10の8乗個いることっていうのが等しく全体の、問題を見ていて、どこに落ち着くのが一番自分たちにとってお得かということを、調べて、それを最小損失の変更モードが選択されるというんですけども、 K の、全体のロスが最も小さくなって、最も この K の中に蓄えられている光子数が最大になるような配置というのを自分たちで勝手に選んできて、作り出すというそういう概念になります。で、それはね、自然界で言えば、なんかある環境が与えられる、環境が変わったときに、ある種がこう生存していくためには、
形態を少しずつこう変えて最も環境に適したものが勝ち残ってこう生き残っていくわけですけれども、注入動機レーザーシステムっていうのはちょうどその、生態系のように与えられた環境でポピュレーションという行使数を最大にするような特定なその変更状態、あなたは左回りにしなさい、まあ、円変更になりなさい、あなたは右回り円変更になりなさいというふうな、そういう配置を自分で選び出してきて、その生存競争に勝ち残った一つのモードといいますか、その変更状態だけが存在して、それ以外のものは共振器の中からあっという間に消えてしまう。どのぐらいの時間で消えるかって1ピコ秒ぐらいの時間で消えてしまうんです。レーザー の中の星っていうのは、先ほど言いましたようにフォトンっていうのは1秒間に地球を7万に半しますので、レーザー共振器の中に留まっている時間というのは大体1ピコぐらいなんですね。で、生存競争に負けたものって、ね、1ピコで大体いなくなってしまって、生存競争に勝ったものだけが1日であろうと10日であろうと1年であろうとその中に続けるっていう、そういう種類のものなので、そういう量子力学的な重ね合わせ状態がダーウィンの進化論を実現しているような、まあ、そういうものに実はなっています。で、少し、別の見方をすると、これは専門的な少し、難しい議論なんですけれども、この種の、イジングマシンっていうのはこれまで誰もトライしなかったかというと、そんなことはなくて、多くの研究者がいろいろな方法でイジングマシンを開発しようとしていて、でそれの代表的なものはそのクーリングマシンというものがあります。シミュレーティッドアニーリングとか、シミュレーティッドクーリングとか、そういうことでもありますが、こういうある種のイジングのエネルギーのコンフィギュレーションに対するエネルギースペクトラムを計算すると、このスピンの配置が一番エネルギーが低い、これが正解なんですね。これがそのうちに次にエネルギーが低い、これがその次にエネルギーが低い、これが一番エネルギーが高いという状態で、こういう状態のところに最初にボンとエネルギーの高い状態にこう K を冷却させて、 K をずっとこう冷却していくと、最終的に絶対零度に前進したところでは、これ統計力学 の、 結論なんですけども、グランドステートに必ず、K が捕獲される。これがこういうところに染み出しているということは、温度が有限だということなんです。絶対零度では冷却することができないので、必ずここにこういるんです。で、N 個のスピンの最低エネルギー状態は絶対零度で実現されるんですけども、こういう冷却をしようと思うと、この途中にたくさん の、 重安定の状態がありまして、その重安定の状態で一つ一つこう止まりながらこう落ちていかないといけないんです、ね、でどれだけの数 の、 重安定状態がいるかというところ、グラウンドステートの近くにいる重安定の状態でこの粒子をトラップする可能性のある状態というのは、問題のサイズに対して指数関数で増加します。だからで誘導冷却とかシミュレーティッドアニーリングとか、そういう種類の方法っていうのは、必ず問題のサイズが M が多くなると指数関数で冷却時間、計算時間が長くなるということで、正解になる。で、で私たちが提案したものっていうのは、温度の概念をひっくり返そうという、これ例えば 300K という正の温度から絶対零度プラスの0に冷却するというと、こういう話なんですけども、マイナス の、300K とかっていうのを考えようということです。つまりそれは負の温度で、負の温度ってのは何かというと、レーザーの二重位系があったときに、原子の例えばレベルがこういうふうになって、グラウンドステートがあって、エキサイティブステートがあって、グラウンドステートにたくさん電子がトラップされて、エキサイティブステートに少ししかいない状態っていうのは、ボルツマン分布でいうところの、正の温度ではこういう分布になります。エネルギーの低い状態の方がエネルギーの高い状態よりもたくさん、占有率が
で、この世の中に存在している普通のものは必ずこういう順になっています。つまり温度は正なんです。で、温度が高ければこの分布はだんだん近づいてくるんですけど、 でも世の中にはそれと逆転しているものがあって、これレーザー媒質なんですけども、レーザー媒質っていうのはなんか外側からポンピングをして強引に冷気状態のポピュレーションがグラウンドステートのポピュレーションよりも高くなるような状態になってるんですけども、こういう状態を反転分布といって、K が反転分布をするってことは温度が負になるということ で、その負に負の温度を持っているレーザー媒質、もしくはゲイン媒質というのをこの、ロスがモジュレートされた K に対してだんだんマイナス無限大の温度からマイナス0度の温度まで温度を上げていく、今度はクーリングじゃなくてもヒーティングなんですけど、温度を上げてヒーティングしていくと最初にタッチする状態というのがグラウンドステートで求めることになる。ここの構造がどうであろうと関係なくて、下側から直接貝を探すというプロセスをするのに、これを使えばいいんだという、まあ、ここが発明のポイントなんですけども、そういう少しちょっと駆け足で話をしてしまいましたが、で、これは先ほどの、NP 完全の、3次元のイジングモデルのサブセットの一部なんですけど、マックスカット3とか、トゥーレイヤーのラティス問題という、まあ、説明はちょっと省きますけども、そういうグラフの問題があって、そのグラフの問題というのは NP 完全問題だと分かっているんですけども、その問題を先ほど述べました、注入動機のレーザーネットワークに乗せて解いたときにどのぐらいの時間で正解にたどり着くかということを計算シミュレーションで調べたものです。で、これはこのマックスカット3の方のプログラムサイズを M イコール4から M イコール20まで調べたときの計算時間でして、この赤線は我々の持っているパソコンで総当たり法でグラウンドステートを探したとき、計算時間を2の M 乗でスケールします。で、2の M 乗でスケールするのに対して、まあほとんどコンスタントであるので、改善されていることが分かります。この緑の線というのは、量子コンピュータがもし開発されて、それの最も速いアルゴリズムを実装したときには、この種の問題はスクエアルート2の M 乗という、指数関数ではあるんですけど、傾きが半分になっているようなものになるんですけど、ただ量子コンピューターの場合にはそれが出るので、クロック周波数が通常の計算機よりも遅くなりますから、初めのうちは遅いんですけど、途中で、まあ、古典コンピューターに打ち勝つという、そういうこと。で、これを見ますと、大体、今我々が持っているコンピューティング技術を使って、この種の、問題を解こうと思うと、大体50ぐらいの、M イコール50ぐらいの問題になると、もう計算時間が1年になって、M イコール100年ぐらいになると、大体10億年ということになって、まあ、地球の寿命に近いということになってしまうという、そういう問題です。で、この計算結果は、それに対して非常に高速にできるんだということを話します。で、M イコール20まででこういう結果が出ましたというのを、私の、研究所の川原林健一というお友達に見せたら、プログラムサイズが20ぐらいの計算結果は全部ノイズだとこういうふうに言うんです。で、そのぐらいのことでは計算科学は驚かないと言って、それで仕方なしに M イコール800まで計算を伸ばしているんですが、これは違う種類の問題で、トゥーレイヤーのラティスっていう別の NP 完全問題を、まあ、解いた場合の計算時間です。で、確かにこういう指数関数で発算するものに比べて計算時間が、まあ、圧倒的に早いということが分かってきたんですけども、悲しいかな、ここで出てきた答えがですね、本当の答えかどうかっていうのは知る由もない。本当の答えが分かるためにはなんか10億年計算機を回さないといけないので、本当の答えかどうかは分からないんです、ね。だから一生懸命やったけども、
正解にたどり着いたかどうかっていうのは確証がなくって、仕方なしにここではあのジェネティックアルゴリズムっていう今あのクラシカルのアルゴリズムの中で最もあの精度が良いだろうと言われているその古典的なアルゴリズムを例えば一つの問題について1万回発出すと言って、その一番良いデータに比べてあのここであの出てきたあのデータの方がエネルギーがより小さくなっていればあの少なくともあの固定のアルゴリズムをあの打ち破ったことになるので、そうなっているかどうかというのを調べて、すべての問題であのそれは達成されています。数パーセントから数十パーセントぐらいエネルギーが低い状態でできていますので、まあ、そこはクリアしているんですが、あの本当のグランドステートが捕まったかどうかということはあのここではまだ分からないと、そういうことです。で、先は長いんですけども、もしかするとあの提案した中入動機レーザーのネットワークというのはあの NP 完全のエイジングモデルを、まあ、多項式時間であの解けるかもしれないというあの可能性が、まあ、出てきましたという、そういう話です。で、今日 の, あの結論なんですけども、もう終わります。あの量子コンピューターというのはたくさんのスピンを干渉系としてあの使っているんですけども、あのそれを実際に組み上げていくアーキテクチャということを、まあ、考えるとあのすぐに実現できるようなものではなくて、あの21世紀初頭の今の段階ではまだ SF の世界のものだというふうに考えざるを得ないと言いました。で、あのそういう多粒子の干渉系ではなくて1光子の干渉系に単純化した、ちょっとこれ説明をしなかったですが、この中入動機のレーザーネットワークっていうのはあの主人公が一つ一つ あのフォトンで全部同じ働きをするので、そういうのは1光子の干渉系っていうんですけど、どんだけたくさん光子があっても1光子の干渉系っていうのは最初のダブルスリットと一緒です。ダブルスリットの実験っていうのは普通はものすごいたくさんの光子が入ってきて干渉島を作るんですけども、でも仮に1個しか光子が入ってこなくても全く同じ干渉系を作るので、それはどういう意味かっていうと、根本的には1光子でできるあの干渉効果なので、そういうのは1光子の干渉だと。で、たくさんの光子を使うというのは単に衛星の抑止のため のことで、本質的なことではない。で、それと全く同じことが、あのこの中入動機レーザーの場合にも言います。で、まあ、多項式時間を解けるかどうかというのは、今はまだ分からないんですけども、おそらくあの5年後には答えが明らかになっていくんじゃないかというふうに考えています。どうもありがとうございました。ありがとうございました。